はい、こんにちは、福木わかめと申します。それではですね、今回から新しいアイワナということで、アイワナビーザパーティー、こちらやっていきたいと思います。なんかこちらのアイワナはですね、結構罠とかがネタ要素、多めになってるっていうことで、まあ、どんな感じなのかね、非常に楽しみですね。もうなんか結構あの珍妙なトラップとかが大好きなので、じゃあ早速行ってみますか。はい、じゃあデータ1に、おっと、今回難易度選択がない。もうインポッシブルか普通にやるかのどれかってことですね。まあ普通に行きましょう。ん、にゃやったいや、全クリですね。ゲームクリア、本当におめでとう。最後にこのゲームをプレイしていただき、本当に、あれ、え、わかってたわ、なんかそんな感じなのはさ、もう、嘘ね。デカデカと嘘って出てきたな。え、ってことは、あの字に当たんないように打てばいいってことこれ。で、ダメだ、何回見ても笑うな、これ。すげえ盛大なんだよなって、これ動けないんですよね、もうね、押しちゃうと。いや、もう。あ、これでいけんのか。なるほど。え、めっちゃプルプルしてる。来るでしょ、これ。来ないな。え？あ！じゃあねえ、今君さ、僕のこと疑ったよねって、これあのパラレルワールドのやつじゃん。思いましたね。いや、謝る気はない。まあ、確かにな。はあ。はい。すいません、なんか。でも火のないところに煙は立たないからね、君がそういう、はあ、長いな今回。言っていい？本当に？元気でやれよ。飛んでくんじゃないの？飛ばない？飛ばない？え？いや、飛ぶじゃん、やっぱりくそいや、もうありがとうございました、こっちこそ。なんだこれ、超面白い。行くわ、もう。飛ぶなよ、疑わないから。本当に飛ばないよ、この野郎。お、セーブですね。こっからいよいよ本番って感じか。え？これ上から行っちゃっていい？ね。あ、でももう右にボスがいんのか。お、あ、普通に死んだ！ちょっとこれ、集中していかないとダメだな。今回完全に気が緩んでますね。ダメだな、ネタ多めってことで。よし、ちょっと、ちゃんとね、気を引き締めてやっていこう。リア充爆発しろって。出た。やつが飛んでくる。ここ。ここ。ここ。あれ？ここ。あれ？ここ。うし！え？ねえ。爆発させたよ。あ、でももうこれ、こっちでいけんじゃん。え？いきにょきにょき、懐かしいな、これ。ってことは、ちゃんとあれ、向こう行かないと、ダメかな。お。はぁ！よし！ごめんな、俺が死ぬたんびに君らも死ぬんだ。向こうに、ここに、よしよし。え、これ結構むずいかなと思ったけど、いけたな。もうニョッキ出てこないかな。はっ、超ジュニョッキそこに出てくんの。あ、じゃあ最後飛べってことか。え、ジュニョッキが、一マス相手出てきやがるから、ここで止まればいいのか。おっとって。で、あう、普通に死んだ。なんか今作においては普通にやって普通に死ぬとめちゃくちゃ恥ずかしいな。
え？あ、授乳中普通に出てくんじゃん、そこ。おい。行け。行っちゃえ。うわ、びっくりした。11ニョッキで出てきた。で、ボスか。え、棒人間ですね。え、う、ロックマンの、うい、え、う、ジャンプ、どういうことなん？え、あ、俺のバスターじゃなくて、この12ニョッキに当たって死んだってことか。ボス戦あんなもんでいいの？あ、もうセーブですね。でも、鶴のギミック、やう、う、え、いや、マジで鶴苦手なんだけど、え、俺ここ越えられっかな。え、ちょっと待って、俺ここ越えられるか。え、待って、なんか急にむずい。うう、でもこんな感じか。ここむずいでしょ。うう、ここむずいな。完全に舐めてた。ここむずいぞ。にゅー、やった。で、こっから死にたくないんだけど、マジで。ちょっと待って。死にたくないんだけど。俺、ほんとこの鶴苦手なんですよ。よし、いった。で、リンゴ飛んでくんだろ、これ。うっ、リンゴじゃねえ、お前が飛んでくんのか。マジか。またここ、またここやんの。あぶね。よし、で、やつが戻ってくるから、あれ、来た来た。もうさすがに戻ってこないでしょ。行くぜ。うー、奈落の落とし穴だ。トラップカード捨ててあった。そんな、キッド君攻撃力1500以上のモンスターだったんだ。くそ、除外されちまったぜ。くそー、ここがむずい。オッケーオッケー。はっ。さあ、え、ってことは、ここは大丈夫か。リンゴ。リンゴ、落ちてこないだと？え？嘘でしょ？なんかそんな気はしたよ。くそー。ほ、これさ、逆に上はいけないのか。ダメか。ほ、で、奈落の落とし穴に落ちないように行く。で、こいつが倒れてくる。はぁ、よし、戻ってくん、戻んないよね。え、久しぶりになんか、よし、よし、う、っていうか、どう行くの、こう、そうなると。え、どっか行けんのかな、そうなると。これ、どっか、あー、危ね。まあいいや、とりあえずそこまで戻ろう。え、まあまだ、考えられることとして、え、あ、そういうこと。多分今のこうガーって来た時にこの辺で2段ジャンプしておいて、ここに降りれば死なないんじゃないか。やられたな、多分そうだ。くすー、死にます。ほーら、どの辺だっけ。ほ、よしよしよし。で、うーそでしょ。いまだにここを越えらんないんだけど。こうで、こう、こっちになんかあんの？ないよね。え、で、降りたらこれもうアウトでしょ、多分。で、こう届く、これ届かなくない。うっ、あ、びっくりした。
あ、そういうことか、ありがてえ。うっ、で、また何かさ、来んじゃないの、もう。うっ、くそ、やっぱりな、それ落ちてくんだ。もう指が痛い、この鶴の、あう、鶴のやりすぎで。ほい。で、まずはキャッツを飛ばす。で、一回降りちゃっていいんだよね。オッケーオッケー。で、パーティーが降りてくる。あれ？パーティー？あれ？あう！え？これどうやって避けんの？で、やつを出して、よしよしよし、ここまではいい。で、あいつ何？どうすんの？はぁ。よし！行った！ようやく行ったよ！っていうわけで、じゃあ、なんかもう耐久ボスって書いてあるけど、まあ、このワンフロア何があるかわかんないんで、今回この辺にしておきましょう。で、次回またこの先ですね、進んでいきたいと思います。はい、それではここまでご視聴いただきまして、どうもありがとうございました。次回もまた見てくださいね。はい、バイバーイ。